わね。さあお仕事よ。またしても歴史の改変が起きようとしておる。宇宙の帝王フリーザ、とわはこやつにも力を貸しておるようじゃ。ターレスとスラックもおるじゃろうし、なかなか骨が折れそうだわい。トランクスたちは先に行ってミラの行方を追ってるわ。この前はちょっとかっこ悪かったけど、トランクスと彼のパートナーの実力は信用できるわよ。あの2人が追っているうちはミラもそうそうあなたに手を出せないはずだが、油断は禁物じゃぞ。なんといってもあのフリーザじゃ、ほんとに恐ろしい相手じゃぞ。よいか、お前はまだまだ半人前。くれぐれも無理せず無事に戻ってくるようにな。心配だって素直に言えばいいのに。うるさい。まあ頑張ってこい。まさかこの私に戦いを挑もうとする愚か者がいたとは、まさに身の程知らずも甚だしいというやつですね。すぐにドラゴンボールの願いの叶え方を教える気になるでしょう。ネイルはまだ気づいておらんが、ネイルは時間稼ぎをするつもりじゃ。今ジュッテがご飯だのもとへドラゴンボールの合言葉を伝えに行っておるからの。だが今のパワーアップしたでも相手を一人でなどひとたまりもない。それが最後の警告にしましょう。いい加減にドラゴンボールの願いの叶え方を言いなさい。死ぬことになりますよ。そうして無駄だ。えっ、地球人たちの心を救うことだ。お前が死ぬ合言葉を伝えにな。おのれ、ただの時間稼ぎだったのか。よし、そろそろいい時間じゃろ。次はターレスとスラックを探し出して。ちょっと待って、バカな。そのターレスとスラック、ドラゴンボールの空に来たんだ。なんじゃと、ご飯たちのドラゴンボールを奪いに来よったのか。今から助けに行っても間に合わんぞ。どうすればいいんじゃ。そんな問題ないわね。一回戻ってらっしゃい。はあ、お前何悠長なこと言っとるんじゃ。非常事態だぞ。だからこそよ、おじいちゃん黙ってちょうだい。おかえりなさい。この時間のない時にわざわざ戻ってこさせるなんて、お前何考えとるんじゃ。はい、じゃあこれね、もう一回いってらっしゃい。ははあ、だから簡単な話よ。もう一回、今度は少し前の時間にタイムスリップすればいいの。そんなことできるのか。なんとなくせこい気がするぞ。何バカなこと言ってるのよ。私たちの使命は歴史を守ることなんだから、手段なんて選んでられないでしょ。ってわけだからよろしくね。気をつけていってらっしゃい。待ってたぜこの瞬間を。ドラゴンボールで永遠の命を手に入れれば、もう新聖樹の実でパワーアップを繰り返せば、いずれフリーザもミラも俺を止められなくなる。無論カカロットも敵じゃない。全宇宙が俺にドラゴンボールを渡せ、ターレス。狙いは同じってわけか。宇宙の支配者はこの俺だ。お前にもここで死んでもらおう。またお前か、しつこいやつだ。ここはどうだ、一時休戦というのは。まずはこいつを片付けるか。まあいいだろう。俺たちの邪魔をしたことを後悔させてやろう。これが暗黒魔界の力を取り込んだ新聖樹の実が、いかまでもパワーが湧き上がってくる。俺は無敵の力を手に入れたのだ。今の俺に勝てると思うか。あなたに天と地ごとの差がある。僕たちなんかに負けるもんか。ドラゴンボールは絶対に渡さないぞ。そうか小僧、仲間にしてやってもいいと思ってたんだよね。裏切り者のカカロットの子、連れて行こうとした俺が殻にもなく甘かったんだ。何がおかしいんだすがる。こんなに強大な力を手に入れてしまったのだからな。大宇宙の王の新たなる大好き、実に喜ばしいことだ。こいつを片付けたら次はお前が、ターレス。覚悟してくれ。あぶれ者同士仲良くしようぜ。お前が俺の従順な部下になるというのなら考えてやってもいいがね。お断り。所詮相入れはせんのだ。ご飯。クリリンさん、大丈夫ですか？ああ、なんとか。この戦いは危険そう。二人には離れてもらった方がええじゃろう。ここは任せて。ドラゴンボールを持って離れろって。ご飯。俺たちがここにいるとかえって邪魔になる。そいつに任せた方が良さそうだ。すみません。誰だか知らないけど悪いな、オンに切るぜ。何だ、組み上げてくる。もっとすごい力は仕業か。新生児の身、まだ何か仕掛けてやがった。実験は成功したみたいね。甘いんだよ。こやつのその女がとはな。横にいる選手がパークの事件作らせよ。命、限界をはるかに超えた力を引き出す私のさらなる魔術。2人にはその実験台になってもらったわ。このパワーを相手に加勢します。お前たちの愛俺だ。いや俺は彼たちの方へ行きます。あなたはミラの相手をどうか気をつけて。お待たせしました。今行きます。これは素晴らしいパワーだ。お待たせしました。加勢します。ミラはあの人に任せておけば大丈夫です。こっちを先に片付けましょう。たまる。最後の力は凄まじかったの。しかしこれで奴らも終わりじゃ。俺はもう一度ミラの元へ向かいます。そうね、頼んだわよ。あなたはごはんくんたちの方で、すでにフリーザとの戦いが始まっているはず。さっき空が暗くなっていたから、歴史通り二人がドラゴンボールを使ったんだわ。いやいや、フリーザも本気を出してくるじゃろう。くれぐれも気をつけるんじゃぞ。正体か。ちょっと待って、さっぱりしてません。威力が反逆で威力を判断するなんていいもんだ。きっと可愛かったぜ。ちくしょう、せっかく苦労させてドラゴンボールで願いを叶えてもらってるんだ。すまなかったな。とてもじゃないな。お前たちを助けられそうもない。約束でしたよね。地獄以上の恐怖を見せてあげる。真の力を見せた自分はただでさえせっかくじゃ取り込んだ。とわのやつには本当に力を貸したのだ。もう少しで悟空が来るはずだからの。頑張って持ちこたえるんだぞ。貴様らにいいものを見せてやる。まさかお前、すまらん。戦う気がまるでなくなっちゃったようだね。ちょっと早いけどレベルを刺しちゃう。くなって進まなかった。あとはオラがなんとかする。カカロット、あいつだ、ロビンソン、サイヤ人の今度は惑星ベジータを破壊しやがった。頼む、フリーザを倒してくれ。まだ固まってなかったんだね。ちょっと頼まれてくれるか。しばらくフリーザを引きつけてほしいんだ。うまくいくかわかんねえがやるしかねえんだ。オラも少し分けてもらう。ホコリをオラつけて。おお、こりゃ元気玉じゃな。これならフリーザを倒すからがいいわ。はい、生かしては解散ぞ。やめろフリーザー。ゴーさんじゃ100倍。怒ったぞ。さっさと地球へ帰れ。俺の理想がちょっとでも残っている。とっとと消えるんだ。はい、ありがとうお父さん。僕は待ってる。元気なお父さんの姿を待ってるよ。お前はもう謝っても許さないぞ。何者だ。お国ご存知なんだろう。俺は地球から貴様を倒すためにやってきたサイヤ人。穏やかな心を持ちながら激しい怒りによって目覚めた伝説の戦士、スーパーサイヤ人孫悟空だ。パワーを抑えすぎたか。星の爆発に自分も巻き込まれるのを恐れたからだ。しくじったな。この後に及んで身の安全を図る。やはりお前は甘い。お前はクーラは弟のようにはいかん。兄貴だと見せてやるぞ 100% の力を。またかだね。こいつがお望みのフルパワーだ。さあ始めようか。時間がねえんだ。早いとこ片付けよう。俺たちがそれを見逃すと思うか。時間稼ぎだと。そんな必要はない。貴様は死ぬ。それからここででかい口を聞く。そこまでだ。黙らせてやるぞ。もう星もろさも傑作でやる。すごいくたばり損ないね。いいだろう。今度はこっぱみじんにしてやる。この地球人のように。地球人のように。エリリンのことか。エリリンのことか。なんだ、あれは。そうか、海王さんがドラゴンボールでみんなを。よし、お前のことはよく知らねえが随分助けてもらったな。だが最後の決着は俺につけさせてくれ。クーラー仕留め損ねたか。追ってください。ようやった、あのフリーザー相手に戦って無事に帰ってこれただけでもすごいことじゃぞ。お疲れ様。しかしクーラが出てきた時はびっくりしたぞ。トワとミラのやつ、あんな大物まで仲間に引き入れていたなんてね。俺たちを引きつけている間に独自に動ける連中をスカウトしてきたんでしょうね。ああ、お前もご苦労だったな。あれ、あの子は？ミラを追ってもらいました。あいつらが未来から現れた俺たちの敵、ミラとトワです。あいつの力は底知れません。まだあなたではかなわないでしょう。いずれ戦うことになると思いますが、くれぐれも注意してください。ま、今回はゆっくり休むとええ。次の任務の時まではな。